企業ロゴサザンカンパニーは電力及びガス事業者を保有するアメリカ合衆国の持ち株会社。ジョージア州アトランタに本拠を置きアメリカの大手公益企業の一つであるニューヨーク証券取引所上場企業。サザンカンパニーの起源はアラバマ州とジョージア州における企業家グループに遡る。ジョージア州では1883年に 銀行家のハリー・アトキンソンがジョージア・エレクトリック・ライト・カンパニーを起こし、同社が1927年までにジョージア・パワー・カンパニーとして、同州の他の電力事業者を買収、統合することで発展を遂げた。アラバマ州では、ゼネラル・エレクトリックの前身企業に勤務していたジェームズ・ミッチェルが、ロンドンの資本家から資金を調達し、アラバマ州を流れるタラポーザ川で1910年代に、 水力発電事業を起こし、アラバマパワーカンパニーとして事業を急拡大、1920年代に後を継いだトム・マーチンがアメリカ南部の電化事業を進めることで発展を支えた。トム・マーチンはジョージア・アラバマ領州の電力事業の経営統合を視野に1924年サウススターン・パワーライト・カンパニーを設立。 1926年までに経営統合を完了した後、1929年にニューヨークで設立された持ち株会社のコモンウェルスサザンが同社を買収したものの、世界恐慌の発生による工業用電力の消費低下が経営を直撃、また1935年に制定された公益事業持ち株会社法により事業の売却を余儀なくされ、 第二次世界大戦の終了を受け証券取引委員会がサザンカンパニーの設立を承認するまで苦境が続いた。戦後は1950年にバーミンガムエレクトリックカンパニーを買収。1950年代は大規模な水力発電所や石炭火力発電所の建設が相次ぎ、他方石油火力発電所への投資はごく少なかったため、 オイルショックからもほとんど影響を受けなかった。その後環境対策が求められるようになった1980年代、サザンカンパニーは原子力発電所を含む発電所の増設に着手したものの財源不足に悩み、1992年にエネルギー政策法の制定により規制緩和の時代を迎えるとカリフォルニア州やニューヨーク州など、 東海岸の発電所の買収を積極的に行ったが、1990年代以降のアメリカ合衆国環境保護庁による二酸化炭素や窒素酸化物をめぐる環境規制の強化に伴い、石炭火力発電の削減に取り組むこととなった。2016年5月にノースカロライナ州のガス事業者のパワーセキュア、インターナショナルを買収し子会社化、また同年7月に、 アトランタの天然ガス事業者のギールリソーシズを買収し、サザンカンパニーガスへと再編したことで、アメリカでトップクラスの規模を持つエネルギー事業者へと成長している。サザンカンパニーは現在、アラバマジョージア両州への電力、ガス供給を中心に、北西部を除くアメリカ本土各地に発電所やプラントを保有する。電源割合に関しては、 自社発電量ベースで天然ガスによる火力発電が半分近くであり、石炭が3割弱、原子力発電は15%前後、風力発電や太陽光発電などの再生可能エネルギーは10%強である。持ち株会社の参加に以下の主要企業がある。ありがとうございます。